どうも、磯部揚げです。今日はゾンビモードなるもの、新しい追加されたのかな、ちょっとそういうのがあるっていうので聞いたのでやってみたいと思います。あ、これですね。アタック・オブ・ザ・アンデッドですかね。注目のところからアタック・オブ・ザ・アンデッド選択しました。ちょっとやったことないからどういうゲームなのかわからないんですけど、多分死んだらゾンビになるっていうか、アンデッドになってまた戦えるっていうパターンなのかなと思います。じゃあやっていきたいと思います。お、なんか説明出た。ランキングルール、ランキングルールっていうのがあるんだ。ん、またカウントダウン。アンデッドのカウントダウン、なんだこれ。あ、これであれですかね、アンデッドが出てくるってことかな。お、出てきた。なんだこれ。出てきた。アンデッド誰が最初になってるんだ、わかんないや。とりあえずああいう人がいたら倒せばいいってみたいですね。捜索していきます。びっくりした。いないね。上に出てる8対2っていうのが生存してる人とアンデッドになった人の割合を示してるのかな。うーん、全然見当たらない。まあ2人しかいないっていう体だから、あれかな、見つからないのかな、出くわさないのかな。プラス40生存者。あ、生きてる時間に応じてポイントが加算されていくみたいですね。なんか仲間がうじゃうじゃいる。なかなか見つからないな。おいた。あぶね。あ、いた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 。びっくりした。はい、ポイントをゲットしました。プラス50だそうです。おいたいたいた、2人いる。怖い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 。決まった。おいたいたいた、危ねえ。後ろ、いつの間にって感じ。あと1分50秒ぐらいで終わりになるのかな。今6対4ですね。生存者が6人でアンデッドが4人ということですかね。アンデッドが今1人減りましたけど、なかなか遭遇しないですね、アンデッド。エネミーインサイド。おいたいたいた。おお、怖い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 。結構近くで見ると怖いな。お、またいた。いや、あかん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 。Changing mag, cover me. お、やばい、生存者3人になってる。アンデッド4人になりました。うわ、自分で投げた。うわ、ゾンビだった。ゾンビや、結構綺麗なカラー。お、危ね。ゾンビになった。しまった。しかもゾンビ2人しかいないじゃん。ゾンビ、アンデッド。あれ？どういうこと？最後の生存者。今生存者が1人っていうことですかね。あれ、アンデッドが6人ってことかな？え、どういうこと？よくわかんねえや。なかなか遭遇し、おっと、なんか怪しげなのが。トリマインジャンプ。あ、いた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 。うわ、こいつ、やばい。
やべえ、デスマシンでやられた。あ、待って、復活できるんだ。これ何回死ねるんだろう。ピョン、いたいたいた。デスマシン持ってたやつ。え、今倒せないの？あ、倒した。終了。アンデッドなの。ああ、生存者が赤だったんだ。そういうことか。ちょっと あっという間に終わっちゃって、よく理解できなかったんですけど、まあ今日はここまでということで、まあ最後までご視聴いただいてありがとうございました。また見てください。